アプローチは自宅で上達できる。こんにちは、上村啓太です。今回はダイヤアプローチセット462の紹介をしていきたいと思います。室内でできるアプローチ練習器具ということで、ネット、マット、そしてボールの3点セットになっております。何がすごいかというと、このマットなんです。従来の室内練習マットですと、どうしても打つたび振るたびにですね、マットがずれていたんですけれども、このマットの裏がですね、ずれにくい加工になっているのと、そして何と言ってもマットの上にスタンスをするので、自分で乗っているのでいくら振っても打ってもマットがずれないという素晴らしい商品なんですね。そしてもう1点すごいのがこの線なんです。何気なく引いてある線なんですけれども、これを利用することによってボールの位置、そしてスタンスの幅、こういうのを確認できます。そして練習器具なので、この線に合わせてランニングアプローチやロブショットの練習もできるんです。まずボールをですね、こちらのマットの一番真ん中の線に合わせて置いてみましょう。そして足、スタンスなんですけれども、右から1、2、3番目ここに右足を置きます。そして左足は1個空いて左から2番目ですね、こちらに置きます。こうすることによってボールの位置は右足のかかとの内側に入ってきますね。でそこでヘッドを置いてセットします。両足の真ん中よりもボールは右になります。そしてここにヘッドをセットするということは、自然と手元は左に来ると思いますね。で手元が左に来てグリップをします。で少し体重は6:4の割合で左にかけましょう。でそうすることによってロフトも立ってきて、ウェッジなんですけれども少し低い球、ランニングアプローチが打てるようになると思います。もうこのセットアップができればほぼランニングアプローチも完成に近いです。あとは何をするかというと、テイクバック、しっかり手ではなくて肩で上げていって、あとは戻す、それだけです。アプローチというのはインパクトの形で構えることが大事なので、この構えさえできればもうランニングアプローチのほぼ完成です。では実際打ってみましょう。体重は6:4、手は左にしてロフトを立てます。ボールの位置、スタンスの位置 OK ですね。肩で上げて戻す、こうすることによってランニングアプローチができます。まずはマットの真ん中にボールを置いてみましょう。そしてスタンスなんですけれども、左足は左から2番目、右足は一番右の枠に置いてみましょう。そしてこの足のラインなんですけれども、少し右足を前、左足を引いてオープンスタンスに立ちます。でこうすることによってボールは斜めに見るとほぼ真ん中に置くことができますね。正面から見ると少し左足寄りに見えると思います。それで OK です。そしてフェースの面なんですけれども、ボールを上に上げたいので、なるべくぐるぐるぐると、もうちょっと右に向けても構わないぐらいですね、右に向いても構わないのでフェースの面を上に向けます。そしてクラブをランニングアプローチよりも少し長めに持ってハンドダウンにします。このハンドダウンにするのもフェースを上に向ける一つのポイントなんですね。ハンドアップにしてしまうとどうしてもボールは上に上がらないので、少しハンドダウンにして構えてみましょう。そうすると自然とフェースが上に向きます。先ほどのランニングアプローチよりも少しボールとの距離が遠くなって構いません。でこの構えができれば先ほどのランニングアプローチと一緒ですね、もう半分ロブショットできたと同然です。そこから肩を回してあげていって戻す、そうするとフェースが上に向いた状態でボールに当たってくれるので、しっかりとボールは上に上がってくれると思います。では打ってみましょう。このままで肩回してポンと打つ、そうするとふわっと柔らかい球が打てるようになると思います。アプローチはボールの位置、そして足の置くスタンスの位置でほとんどのショットが決まってしまいます。ボールの位置、足の位置が悪いとミスショットは必ず出ますし、そこがしっかり押さえてれば必ずいいショットが出ると思うので、この確認をするということが最も重要なんですね。
皆さんこのアプローチセット462を使ってアプローチ名人になりましょう。